どうも、ゆうとです。浦添市民球場に、ヤクルトのキャンプをちょっと見に来ました。石井コーチと川田コーチが、ヤクルトに行っちゃったっていうのもあって、どんなもんかなって見に来たんですけど、ちょっとこれ見てもらったら分かると思うんですけど、カープのキャンプにめっちゃ似てるなと思って、ほんと何箇所も使ってバッティング練習してます。相当バッティングに力入れてるんだなと。バッティングには相当力入れてるなってのは感じますね。自分個人的に好きなんですけど、内川選手だとか青木選手、山田哲人選手なんかそういった杉村コーチもいるんで、今シーズンバッティングに関しては結構怖い存在になるんじゃないかなと個人的に思います。上田選手、サインお願いします。はい、今昼間から来ました。昼間から来ました。中村選手、お願いします。広島から来ました。サインお願いします。ありがとうございます。広島から来たんです。お願いします。後で。後でお願いします。後で。来てくれてありがとうございます。はい、ピースもらっていいですか。雄平選手はね、めっちゃ優しいっす。来シーズンカープとどっちが打つか楽しみにしてます。お、これいった。やった。